あれ、こんにちは。あれ、告知してなかったんですけど、お一人ですか？今、夫走って。あ、そうなんですか。本日は8月11日、山の日ということで、まあ、せっかくなんで山に行きたいなと思って、今日は日和田山の方に行ってみたいと思います。毎年山の日はやっぱり登山する人が多いという話を聞くのですが、実際のところどうなのかと思いまして、お盆ということもあって遠くに観光とかお出かけに行かれる方もいて、山の日は登山をしないよって方もいると思いますし、逆に日和田山付近に実家があって、里帰りがてら、まあ、山に登ったりという方もいたりするのかななんて勝手に思ったりするんですが、実際どれくらいの方が登っているのか自分の目で本日は見ていきたいと思います。それでは出発します。もうこの時点で混んでるから相当登られてる方多いと思います。あれこんにちは。こんにちは。あれ、告知してなかったんですけど、お一人ですか？今夫走って。あ、そうなんですか。はじめまして。SNS ではいつも、はい、いやいや、こちらこそ。今日はちょっと山の日で、あの、何人ぐらい通る、あの、通るのかなってカウントしようかなと思って。なるほど、はい。はい、今日、もじゃまるさんが来てるから。そうなんですか。だから上が賑やかなんですか。そういうことなんだ。そうなんだ。いつも見てます。あ、どうも。ありがとうございます。ワッペン、はい、欲しかったやつ、はい、一応、2種類あるんですけど、はい、だいたい黄色皆さん持ってかれるんですけど。え、私ピンクいいですか。 ですか、はい、ありがとうございます。黄色、はい、ありがとうございます、はい。YouTube にYouTube。 あ、そうですか。ありがとうございます。結構視聴者さん通ったんじゃないですか。今来たばっかなんですよ。あ、そうなんですか、はい、すごい人いますね。なんか有名な YouTuber さんは。ちょうど9時から今始めたんで、まだ時間なんで、はい、何時までやるつもりですか。一応、3時までいるつもり。すごい。蚊に刺されそうですね、はい、とまた通ります。そうですね、はい、またじゃ あ、 はい、お気をつけて、はい、また楽しませてください。
どうも。あ、どうも。あれ、どこまで行かれたんですか。上に、ま、ずっと山頂にいたんですか。すんごい賑やかですよね。ですね。じゃんけん参加してきました。もしよろしければ旦那さんの分で黄色の方を持って行っていただければ。ふんやまさん、私よく動画で見てる。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しい。3時までいるんだっけ。めげてちょっと3時まで入れるか分かんない。すんごい蚊に食われてる。ふんやまさん、お写真。はあ、一緒に撮ってもらってもいいですか。あ、いいですよ、いいですよ。はい、チーズ。はい、すいません、ありがとうございます。あ、どうも。動画楽しみにしてます。どうも。ありがとうございます。どうも。周辺の方々のエネルギーがすごすぎて、ねえ、ね、みんなめちゃくちゃ元気。Thank you.
こっちだな。こんにただいまの時刻午後2時となっております。この道を通る登山者ももうほとんどいないため、すいませんが2時で撤退させていただきます。それではお世話になりました。何時までやるつもりですか？一応、3時までいるつもり。すごい。ということで今回は山の日ということで、檜和田山で何人の方が登山されているのか調査してきましたが、ちょっとまだ数字が具体的にはわからないのですが、肌感覚ではそんなに多くなかったと思います。秋の、巾着田まんじゅしゃげ祭りとか、あの頃の檜和田山に登る方の人数は今日の3倍4倍近くいらっしゃると思うので、真夏の低山ということで、あえて檜和田山という選択をしないで他の山を選択する方も多かったんじゃないかと思います。山の日にどれくらいの方が登るのかっていうのはちょっと他の山でも調べてみたいので、また来年以降も自分が登れる環境であったら調査がてら山に行きたいなと思ってます。それでは今日はどこのピークにも行っていないですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の参考でお会いしましょう。さようなら。